どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなと思います。 それでは早速ね、内容に入っていきましょう。まずね、長崎マリオットホテルですね。こちらね、JR グループでニューリリースということで出ているわけなんですけども、長崎マリオット施設の概要についてということで発表がございました。こちらね、長崎マリオットホテルということで、こちらね、JR 九州マネジメント株式会社は、2024年初頭に長崎マリオットホテル開業いたしますので、その施設の概要をお知らせしますということで、こちらね、客室通は全部で で、開業日は2024年初頭って言いたがちになります。で、注目はね、こちらで予約は会社ねね、年内予定しているっていうふうになりますんで、年内ね、この長崎マリオットホテルっていうのはね、予約開始になるっていうふうになりますんで、これはね、非常に楽しみですね。で、ホテルのね、いくつかの写真等々もね、公開されておりますので、気になる方はね、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。こちらね、プレミアムキングのね、 なんで、すすけどもかなりりゆったりししててる感じがしてめちゃくちゃゃく良さそうででよねでまたですね、下の方にね、レストランとか、えー、ダイニングテラスとかね、まあこういったものもございまして、一番下の方にね、行くとですね、クラブラウンジのね、えー、案内も書いておりまして、エグゼクティブラウンジ、クラ、M クラブということで、えー、こちらね、最上階に位置するエグゼクティブ エグゼクティブラウンジ M クラブはエグゼクティブスイートにご宿泊のゲストとマリオットボーボイ会のゲストの方がご利用いただけますということで国内のマリオットブランドのホテルとしては初めての24時間のエグゼクティブラウンジのね営業はねされるっていう風になりますんでお好きの時間に来場してお付揺ろうぎいただくことができますということで長崎マリオットのですねクラブラウンジは24時間ねオープンしてるっていう風になりますんでこれはねめちゃくちゃいいです ですねアメリカとかね結構24時間やってるねクラブラウンジあったりするんですけどもやっぱりね夜中ねちょっとジュース飲みたいなとかね飲み物飲みたいとかね軽食食べたいとかねまあ、そういった時にね利用することができるっていうのはねめちゃくちゃいいですよねアルコール等々はねないと思うんですけどもソフトドリンクとかね軽食とかは、まあ、24時間ね利用することができるっていうふうになりますんでこれはねめちゃくちゃいいですよね はい。こういった形になっております。それでは次にですね、こちらね、レボリュートなんですけども、公式サイトにね、これ載ってなくて、私もね、えメールとアプリで通知が来たのかなはい、レボリュートなんですけども、今ね、レボリュートって、あの、銀行からね、振り込みしないとね、チャージ手数料かかって、まあ、基本はね、銀行から、このレボリュートっていうのはね、外貨月差手数料はね、ほぼかからなくて有名なプリペなんですけども、この銀行からね、入金するとですね、 結構時間がかかるんですよね。この前もね、先日、えー、チャージさせていただいたんですけども、週末だとね、本当に2日とかかっちゃったりする場合もありますし、まあ普通にね、平日に振り込んでもね、まあ翌日とかに、ね、なっちゃうわけなんですけども、 こちらね、朗報ということで、レボリュートはですね、今後ね、銀行口座から入金を数分で完了ということで、週末のね、祝日は除かれるみたいなんですけども、今後はですね、数分で入金完了っていう風になるみたいなので、非常にね、便利に利用することができるのではないかな、なんていうふうに思います。で、銀行口座もですね、今ね、JP モルガン銀行、 JP モルガン JP スタンレーすいません。ちょっとこれ書き間違えてるかもしれないですけども。まあ、この銀行はね、今設定されてるんですけども、銀行もですね、こちら楽天銀行に、ね、変更になって、12月31日以降ですね、この今のね、設定されている JP モルガン銀行ね、利用することできなくなるっていうふうになりますんで、まあ、これはね、 覚えておいていただきたいななんていう風に思いますまあいずれにしてもですねこのねレボリュートね今後銀行口座からチャージしたいものに関してはねまあ、すぐ反映されるっていう風になりますんでね非常にいいですよねそれでは次にですね私ねこれ知らなかったんですけどもこれね JCB の公式サイトのタビラバーっていうねサイトなんですけどもこれね LINE でのえ海外旅行サポートなんですけども JCB の公式 LINE でですねこちらねサポートを受けることができるんですよねまあ皆さんね スマートフォンね w i f i とかね SIM とか入れ替えて。 ラインね、使える環境にあると思うんですけども、一部のエリア限定にはなるわけなんですけども、オンライン相談っていうのをね、利用することができるんですよね。こちらね、観光や JCB の優待情報など、あらゆる質問、疑問を現地在住の JCB プラザスタッフに、チャットまたはお問い合わせフォームから相談できたり、厳選したおすすめの情報も確認できますということで、これいいですよね。やはり住んでる方のね、アドバイスっていうのはね、間違いないかな、なんていうふうに思いますので、 でこのねサービスエリアですねグアム、ソウル、台北、シンガポールアメリカ本土っていう風になるわけなんですけどもチャットでねあの相談できるっていうのはこのねグアム、ソウル、台北、シンガポールだけでアメリカ本土はねあのお問い合わせフォームでね聞いていただくみたいな感じになるみたいなんですけどもまあ、このね グアムソウルタイペイシンガポールに関してはねチャットで相談することができるっていう風になりますんでこれは非常にいいですよねこういったね現地のスタッフが最近行ったお気に入りのレストランを知りたいとかね今いる場所から目的地までの公衆手段を教えてほしいとか観光地をどのように回るのがベスト ベスストかかかアドバイししていいととねね海外先によくある,ある質問を知りたいとかねまあこういったね、質問って結構あるじゃないですか。特にね、観光地をどのように回るのがベストかっていうのは、できればね、海外旅行っていうのはね、時間限られてますんで、住んでる方のアドバイスを受けれるってめちゃめちゃいいですよね。ですので、ぜひね、こちら、サービスエリアね、これだけにはなってしまいますけども、もしね、利用される際はですね、こちら使ってみていただきたいな、なんていうふうに思います。で、こちらね、利用せ、 できる方なんですけども jcb 発行の会員ということで jcb のロゴマークのカード会員持ってる方は利用することができて残念ながらねプリペは利用することができませんでエリアは先ほど言った通りねグアムソウルタイペシンガポールアメリカ本土でアメリカ本土はお問い合わせフォームのみでチャットアップっていただになっておりますまあ、私ね行く先々でねこの jcb のねあのラウンジもね利用させていただいてどういった感じなのかねあのこう動画出させていただいておりますけど けどもこのね、JCB ね、ラウンジいろんなところにありますので、ぜひね、こちら行く際はですね、立ち寄ってみていただければな、なんていうふうに思います。まあ、基本ね、Wi-Fi 無料だったりね、飲むものがいただけたりね、あの、結構ね、あの、その室内はね、日本っていう感じがして、結構一息つけたりいたしますんでね。 こちらね、JCB のあの、プロパーじゃなくてもね、定型カードとかのね、このロゴマークをも、入ってるね、カードであれば利用することができるっていうふうになりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。利用方法ね、こちらに書いてありますんで、まぁ、あ、そんなに難しくないんでね、ぜひこちらでチェックしてみていただければなぁと思います。それでは次にですね、セブン銀行の新サービスリリースキャンペーン実施ということで、 こちらですね、ATM でも口座解説ということで、セブン銀行の口座解説をしていただいて、先着5万名の方に現金3000円プレゼントということで、解説後アンケートに回答するとね、セブンイレブンでもらえるターゲンダッツの電子クーポンもね、もらえるって言いたがちになるんですよね。ですので、これね、新しい ATM で口座解説をしていただいて、お金をね、3万円以上入金していただければ3000円もらえて、またね、ターゲンダッツももらえてしまうっていうね、めちゃめちゃお得なキャンペーン っていう風になっております私もね先日やってきました非常にね簡単でこの atm さえあればですねあの証明書だけあればですね私はマイナンバーでやったんですけども本当にね10分もかかんなかったんでね非常にオススメですでこれね持ってない方と持ってる方セブン銀行の口座ですね分かれておりましてまずね持ってない方はですね9月の26日から12月の31日までにセブン銀行の atm で口座開設の申し込みでこれが a 条件ですね持っ もう1個条件がありまして2023年9月の26日から1月来年の1月の31日までにスマホ ATM でセブン銀行に1回3万円以上の入金ということでこちらねスマホ ATM これだけ注意してください ATM でキャッシュカードを挿入して行う入金は対象外となりますということで,でこのスマホ ATM っていうのは何なのかって話なんですけどもこちらですねスマホ ATM とはスマホのみで ATM の入金が え、入出金ができるサービスということで、まあ今ね、使ってる方多いと思うんですけども、私もね、au 自分銀行とかね、SBI 銀行でもうね、スマートフォンと ATM だけでで、ね、もお金を下ろせたりね、今できるんですよね。ですので私もいつもそれで利用させていただいてるんですけども、まあこういった感じで、まあ今回のキャンペーンはですね、口座開設して3万円ね、入金していただくんですけども、スマホ、 ATM をね、利用して、入金していただく。だからキャッシュカードを入れてね、やっちゃいけないんですけれども、このスマートフォンでね、取引して入金ね、していただければ、こちらね。 先着で3000がね、もらえるって言いたがちになります。まあ一回3万円以上ね、入金しなきゃいけないんですけれども、まあ入金だけなんでね、まあその後出金すればね、3000はね、あの無料で取れるっていうふうになりますんで、こちらね、非常におすすめって言いたがになります。で、こちらね、先着っていうふうになっておりますんで、まあ一応ね、そんなにね、この ATM 自体ですね、あのー、 そんんななにねあのないんですよ関東の方はね結構あるみたいなんですけれどもえっとね全国的にはねまだね対応してる ATM がねそんなに多くないので、まあ、関東近辺の方じゃないとねこちら参加できないっていうふうになりますんでこちらね先着 何えっと、5万名ですよね。多分、なかなか達成しないんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、そこまで急がなくてもいいかな、なんていうふうに思います。で、期間がですね、9月の26から10月の31日が2万名で、どんどんね、期間が分かれて先着1万とかね、あの、期間が分かれてなっているっていうふうになりますんで、まあ、今回のね、キャンペーンは、今やってるのはね、9月の26から10月の31日なんですけども、まあ、ここで2万名なんで、ここで漏れたらね、他の期間にやっていただければな、なんていうふうに思います。 まますので、まあこのね ATM だけ、ね、チェックしていただいてこの ATM がね前の ATM なんですけどもほとんどがねこっちだと思いますのでもしねあのこっちに切り替わったらまあ、このキャンペーンページ見て利用ねしていただければなっていうところですかす、ね、で既にね口座を持っている方に関しては9月26日以降にセブン銀行 ATM で住所変更の申し込みを行い2023年12月31日まで手続きを正常に完了された方ということで セブン銀行で住所変更の申し込みを行い、手続きは正常に完了された方ということで、これは住所変更がないと利用できないっぽいですね。はい。ですので、まあ、住所変更等々がある方は、まあ、こちらね、えー、参加することができるっていう感じですかね。で もらえる金額もね、ちょっと触っておりまして、先着2000名に現金1000円という風になりますんで、ちょっとね、もらえる金額は減るわけなんですけども、まあ、このタイミングでね、住所変更等々がありましたらですね、ぜひね、参加してみていただければなと思います。それでは次ですね、アメリカ本土からハワイ路線のセールですね。こちらね、残念ながら日本はね、対象にはなってないんですけども、今ね、このアメリカ本土からのハワイ路線がね、非常に安くなっております。で、ハワイアン、アメリカン、ユダイデッドとかね、 あとアラスカ航空とかもね参加してるんですけどもアメリカ本土からねハワイのセールっていう風になっておりましてホノルルからロサンゼルスとかロサンゼルスからホノルルとかねあとねホノルルからコナーとかねまあここら辺もねセールになっておりましてまあ日本からのねホノルル路線っていうのは今ねジップアイエアのセールやってますよね。 これがね、本当に安いでびっくりしてる感じなんですけども、未だにね、最安レベルね、こっちは残ってるっていう風になっておりますんで、あんまり浸透してないんですかね。片道24,876円でホノルル行けるって本当にめちゃくちゃ破格なんですけども、しかもこちらサーチャージ込みですからね。 はい。まあ、そういった感じでね、まあ、昨日ぐらいにね、あの、動画にしましたけども、これもめちゃくちゃ安いですよね。まあ、それに合わせてっていうわけじゃないんですけども、ホノルルからね、えー、ロサンゼルスとかね、こちらもね、セールっていうふうになっておりまして、これね、ハワイに行かれてちょっと時間ある方はですね、ちょっとね、ロサンゼルスとかね、行ってくるのも、まあ、悪くないんじゃないかな、なんていうふうに思っちゃうんですよね。1万3000とかやばいじゃないですか。1万7000とかね。これ、ロサンゼルスって日本からホノルルとね、そんなにフライト時間変わんないんですけど、 普通にここの路線買うって。 とするとね、6万とか5万とかするんですけども、今ね、非常に安いセールがやっておりまして、これね、普通に Google フライトでね、検索していただければ、まあ、ここら辺のね、価格が出てくるっていうふうになっておりますんで、まあ、これはね、ジップエアのね、今ね、めちゃくちゃ安いって言ってるやつなんですけども、まあ、こういった感じでですね、ホノルルからロサンゼルスとかね、1万3785円とかね、まあ、これはハワイアン航空ですけども、まあ、ちょっともうちょっと出したらね、ユナイテッドも選べますしまたね、 ハワイアン航空のね、ホノルルからコアナとかね、これも5731円ですからね、めちゃくちゃ安いですよね。で、あとね、アラスカ航空とかね、えー、ホノルルからロサンゼルスですね、こちら1338、13358円ということで、まあ、ユナイテッドにしても14851円ということで、めちゃくちゃ安いですよね。 はい。まあ、こういった感じでですね、かなりね、安くなっているっていうふうになりますんで、まあ、ハワイね、行かれている方で、ちょっとね、アメリカ本土も見ていきたいみたいな方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、楽天リーベイツでね、えー、ふるさと納税ね、駆け込みのキャンペーンがね、来てるっていう風になりまして、これね、結構すごいです。ふるさと納税ね、10%還元キャンペーンが楽天リーベイツでやってるんですよね。で、この楽天リーベイツっていうのは、ちょっとね、わかりづらいってね、知らない方もいるかと思うんですけども、この楽天リーベイツっていうのは、楽天が運営しているポイントサイトっていう風になるんですよね。まあ、先日紹介したね、ハピタスとかね、ありますけども、あれと同じような感じで、 ポイントサイトっていう風になるんですよね。楽天の名前がついてますけどもね。ですので、このね、楽天リーベイツのふるさと納税のね、キャンペーンなんですけども、対象先は、え楽天のね、あの、ふるさと納税ではなくて、他のね、あの、会社のふるさと納税っていう風になっておりまして、このキャンペーンですね、上限5000ポイント10%元がね、取れるキャンペーンっていう風になっておりまして、掲載サイトは、サトフル、ふるさとチョイス、ふるさとプレミアム、au、ふるさと納税、 ふるさと本舗 AU、au, an,、A、ふるさと納税、マイナビ、ふるさと納税、フルラボ、ポケマルとかね。まあ、いろいろありますけども、こちらのね、サイトで利用するときに、このね、楽天リーベイツを経由して、ここら辺でね、あの、寄付していただくと、10%が貯まるって言た出しになるんですよね。で、先ほどね、ちょっと試させていただいたんですけども、このね、楽天リーベイツを経由して、 このマイナビふるさと納税ね、この前動画にしましたけども,も、動画にした後からね、どん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 あのポイントサイト対象外になってしまいましたので、ほとんどね、今対象外になってるんですよね、このふるさと納税が、あの独自のキャンペーンやってる関係でね。で、このマイナビふるさと納税だけね、ちゃんと、このページがね、ちゃんと出まして、またね、このキャンペーンもまだやっているっていうふうになりますんで、こっちで10%取れて、またね、 楽天のふるさと納税のこの楽天リーベースでね10、10%取れるっていう風になっておりますんで、合計ね20、20%で、上限がね、5000ポイントまでっていう風になってますんで、こちらね、5万円の寄付までがね、対象にはなってくるわけなんですけども、 こっちで10%で、こっちで10%取れるっていうふうになりますんで、合計ね、20%ぐらいね、5万円までの寄付に関しては、まあ、取れるのではないのかな、なんていうふうに思いますんで、これめちゃくちゃお得ですよね。まあこちらね、どこで利用するかっていうのはね、おすすめなんですけども、まあ、先日のね、解説した動画で、ANA のふるさと納税とかね、JAL のふるさと納税とかね、話しなかったんですよね。 あの、マイルを貯めるふるさと納税でね。まあ、あの、知ってる方はね、多いと思って話をしなかったんですけども、このね、ANA のふるさと納税とか JAL のふるさと納税とかね、マイルは貯まるんですけども、めちゃくちゃ還元率低いんで、はしょったんですけども、<laughs> あの、説明も、ね、しなかったんで、ちょっとね、あの、 お叱りのね、コメントをいただきましたけども、この ANA のふるさと納税とかね、JAL のふるさと納税とかね、還元率かなり低いんでね、普通にポイントタイト経由した方がね、普通に取れる、そっちの方が取れるっていうふうになりますんでね、ちょっとね、割愛させていただいたんですけど、ちょっと説明不足でね、えー、申し訳ないです。そういった形でね、この ANA のふるさと納税とかのね、話をしなかったって言った形になります。で、下の方行っていただくとね、キャンペーンの、えー、期間書いてありまして、 エントリーはね、もう開始になっているんですよね。エントリー期間が2023年9月の28日から、えー、2023年9月の30日までということで。で、えー、寄付期間がですね、こちらね、注意していただきたいんですけども、こちらの動画出てるのは、ね、9月30日になると思いますので、今日9月30日23時59分までというふうになってますので、こちらも合わせてね、覚えておいていただければなと思います。で、対象ストアはですね、先ほどね、お見せさせていただきましたけども、ここがね、対象の、えー 納税のサイトっていただきになりますで獲得予定ポイントの反映日は11月の13 1 3日頃までということでかなりね期間空きますよねでまたねポイント付与日は11月の15日頃までということで、えー、獲得予定ポイントをね反映するのもかなり先ですしそこからポイント付与されるのもねすぐポイント付与されるっていうふうになりますんで、えー、この点はね覚えておいていただければなと思います普通のポイントサイトで、ね、同じ感じになりますんで獲得ポイント予定のね反映が かなり遅いっていうことは覚えておいいくださいまあ、このね楽天リーベツってね利用してる方ね結構少ないかななんていうふうに思うんですけども今ねあの登録して3000以上ね利用していただくと500ポイントがねもらえるキャンペーンもやっておりますんでこちらね概要欄に載せておきますんでもしねやったことないよっていう方はもしね楽天リーベツ登録してないよっていう方はそこから登録して3 全員以上ね、利用していただくとね、500ポイントもらえるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。非常にね、こちらいいキャンペーンっていう風になっておりますんで、まあ、ふるさと納税ね、駆け込みでリアリエたいよっていう方はですね、取りこぼしないようにね、していただければなぁと思います。ということで今回ですね、ちょっと細かい話ね、まとめて紹介させていただきました。各公式サイトはですね、全部ね、概要欄に載せておきますので、気になるものはですね、ぜひね、チェックしてみていただければなぁと思います。ということで今回のはね、この 感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますのでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。